こんにちは、まめいです。梅雨なります。6月に入ると、みんな多分私と同じようにつらいです。下半身がどうしてもむくむことになりますが、もう梅雨に入ると、昔から言われているのは、頭痛が出たりとか、それから肩が張ったりとか、背中も痛くなる、下手すると腰も痛くなる症状がありますが、梅雨時期の特有の症状かもしれないですが、もちろんその気圧の関係でこういう症状が出やすいと、あとは血圧も実際に非常に不安定になります。それから腸内環境も不安定になります。それも全部今の時期の症状ですが、じゃあ今の時期どうやって元気に過ごすかというのは、以前もお話ししたことありますが、どんな時期、どんな季節が一番大事なのは、よく寝ること、よく食べること、その後は選んで食べること、それもすごく大事ですが、梅雨というのは昔から言われているのは、中国の一部、南地方の一部の地方と、日本もほとんど全般、今はほとんど北海道までも梅雨が行ってるらしいですが、梅雨は本来はそうですよね。梅雨の二文字のまんまの意味がありますが、というのは、梅、雨と書くんですが、本当に梅の地方、取れる地方の特殊の雨の意味なんですが、中国の一部の地方、それから日本も梅を取れるんですが、その時の、その地方の特殊の雨ですが、じゃあこの時期は何を食べればいいか。もちろん梅干しがすごくいいですが、梅もすごくいいで、クエン酸がたくさん入ってますので。あとは昔から非常に大事にされているのは、基本的には体を水分を調整してくれる食材。例えばの話、夏の食材が正直言うと全部関係ありますが、ぜひ今の時期、夏野菜いっぱい食べていただいて、あとは特にこういうものとか全部水分を調整していますが、この夏野菜の中に特にウリ系のものが非常にいいので、ぜひぜひ食べていただきたいです。もちろんきゅうりとかニガウリとか、それからスイカもいいですよ。それから、トウカンもいいです。ウリ系のもの何でもいいです。それは全部水分、体の中の水分調整してくれるものなんですが、それがあとは体の中の血流が非常に調整してくれるものは、例えばピーマンとか、それから玉ねぎとか、そういうものが体の中の血の循環を良くしてくれる。昔の言い方は血の巡りを良くしてくれる。今の言い方、血をサラサラにしてくれる食材も非常に大事です。あとはもう一つのグループの食材というのは、このようなものを昔から使われてますが、ちょっとむくんでる時は、別に例えば梅雨ではない時期でも、真夏のすごく寒い時期も、運動不足、代謝がそこまで良くない時期も、下半身もくみえます。その時はこういう食材を使います。皆様ご存知、ハトムギ、それから小豆、これは私も大好きで、冬の時がこのような食材をとっていただきたいです。夏の場合はプラス緑豆、プラスお茶です。緑茶がすごくいいです。もう実際にはお茶なんでもいいですが、水分を調整してくれるものですが、ただし冬の場合はこのような食材を取るとちょっと冷えますから、だから冬の時は、もしむくみを取りたい時は、冬はこういう食材があまり使わないように、夏でしたらもう全部使っていただきたいです。あとは実際には生姜、ニンニク、プラスネギのような薬味の場合は、体が温めてくれるものなんです。そうなると血の循環も非常に良くなりますから、代謝が全部助けてくれる。そうなるとリンパが非常に楽になります。じゃあリンパ楽に
させると水分を調整が非常に楽になりますから、だからむくみも改善ができますと昔から言われているので、こういうような食材をぜひぜひ取っていただきたいです。あともう一つ、実際にはちょっと少々辛いかもしれないですが、例えばの話ですが、寝てる間にはちょっと足のこのあたりがあんまり露出しないようにちょっと少し温めた方が、例えばもう少しここまでのなんかものを布でもいいし、この部分はあんまり冷やすと今度は血の循環が悪くなりますので、そうなると、寝てる間そのむくみも取ってくれないし、プラス次の日も一日ずっとちょっと辛くなります。ちょっといわゆる重く感じますので、こういうことをぜひ梅雨の時期少々気をつけていただきたいです。今月はキュウリを使って料理します。キュウリのパワーで私たちのむくみを取りましょう。美味しいですよ。ぜひ見てください。